キャロライン・マティルダ・オブ・ウェールズは、デンマーク・ノルウェーのオークリスチャン7世の日。イギリスをおよびハノーファー選帝テ校、ジョージ2世の長男フレデリック・ルイス王太子の末娘で、ジョージ3世の妹。デンマーク5名は、カロリーネ・マティルデ・アスト・アブリタニエン。キャロライン・マティルダは、フレデリック・ルイスと、ヒ・オーガスタの抜子であった。フレデリック・ルイスは、王太子。 プリンス・オブ・ウェールズであったが、1751年3月31日に、王位を継承することなく死去した。キャロライン・マティルダが生まれたのは、その100日ほど後である。プリンス・オブ・ウェールズの娘であることから、キャロライン・マティルダ・オブ・ウェールズと呼ばれることになったが、この時、プリンス・オブ・ウェールズの称号はすでに兄・ジョージが受け継いでいた。ストルーエンセ1766年、いとこであり、 デンマークとノルウェイの王に即位して間もないクリスチャン7世と15歳で結婚した。精神障害のあったクリスチャン7世との結婚生活はうまく行かなかった。王はカロリーネ・マティルデを愛せないと公に宣言さえして無視し、長男、フレデリクの誕生後、彼女は孤独な生活を送った。1769年、ドイツ人のイシオハンフリードリヒストルーエンセが 外遊中のクリスチャン7世をデンマーク領をアルトナで診察したことから国王の地位となる。アルトナにはデンマーク宮廷を追われたランツァウ伯爵らがおり、彼らと共に啓蒙思想に傾倒していたストルーエンセはその復権を期待されていた。ストルーエンセと国王は親密な関係になり、国王は次第に言いなりになっていったが、野心家のストルーエンセは さらに王妃の取り込みも図った。王妃はストルーエンセを最初は嫌っていたと言われるが、すぐに愛人関係になった。1770年1月にはすでに二人の関係は公然の秘密となり、また王大使フレデリクに天然島の首都を施したことで、その信頼は絶大なものとなった。1770年9月以降、約16ヶ月にわたり、ストルーエンセは、 クリスチャン7世の名で様々な改革、交換の悲鳴を行った。これらの中には、進歩的で、優れたものも含まれていた。一方、清求な改革や彼自身の傲慢な態度によって、そして王妃とのスキャンダルによって、人々の反感を買った。この間、長女ルイーセ・アウグスタが誕生する。1772年の風刺が、監獄の中のストルーエンセ、 断層して乗馬する王妃、ウバに抱かれた、ルイッセ王女が描かれている1772年1月16日、仮面舞踏会の後、戦王フレデリック5世の日だった、王太后ユリアーネ・マリーと進学者グルベアを中心としたクーデターが起こり、ストルーエンセは逮捕される。摂政には、王太后の子フレゼリコ王子が就任した。カロリーネ・マティルデもクロンボー城に囚人として、監禁された。 王妃はストルーエンセをかばったが、同年4月28日ストルーエンセは処刑された。兄のジョージ3世への仲裁により、王妃は釈放されたが、英国王家であるハノーバー家はカロリーネ・マティルデの帰国を許さず、王妃はハノーファー選定講領のツーレ城に追放された。その地で、旧神だと穏やかに暮らすこととなった。デンマーク帰国へ向けて、 ジョージ3世に仲裁を依頼するなどしていたが、願いが叶う間もなく1775年に、小高熱により、23歳で病死した。遺体はそのままで地に埋葬された。なお、ルイーセ・アウグスタは、ストルーエンセとの子ではないかと信じられている。その長女、カロリーネアマーリエは、デンマークオークリスチャン発生妃となるが、子はなさなかった。 長男アウグステンボーコ・クリスチャン・アウグスト2世を通じ、地筋はスウェーデン王ーカール16世イグスタフに続いている。ありがとうございます。